クロメート処理された金属部品、工具クロメートとは、火星処理のうち、クロムサンジオを用いる方法である、クロメート処理のことである。クロムサンジオという意味のクローミットをカタカナ読みしたものが、クロメートである。金属をクロメート処理すると表面に酸化皮膜ができ、プラスチックをクロメート処理すると表面に極性元ができて、塗装や接着剤になじみやすくなる。 クロメート処理は主に黄銅、黄道、亜鉛、アルミニウムなどに行われる。素材金属を六角ロームを含む溶液に浸しし、不動体化させることで、自己修復性の被膜を得ながら、なおかつ化学研磨作用を同時に行うことができる。素材に直接行う他に、耐食性向上や変色防止のために、メッキの後処理に行われることも多く、特に亜鉛メッキの後処理として、 一般的に行われている。身近に見かけるものとしては、ユニクロと表記されている金属は、亜鉛メッキに光沢クロメート処理を行ったものである。現在は6カクロムが環境破壊物質のため規制され、代替品の主流が3カクロム化成処理である。処理直後の金属表面はゲル状となっているが、摂氏60度程度で乾燥させると耐食性。 自己修復性を備えた被膜に変わる。アンチフィンガートリートメントなどの化成処理もある。特にネジ類などに多く使われ、アルミ色、ニッケル色、鉄色ではなく、鈍く黄色みかかったようなあるいは、油を塗ったような光沢色のもの、あるいは黒に近いもの、鋭い青みを持ったものは、黒目と処理されたものである。見栄えは良くないが、安価であるので、外から見えない。 機械内部の部品によく使われる。ありがとうございます。